東京アスリート認定選手インタビュー。ではラグビーの魅力について7人制15人制の違いや大変だったエピソードについてあればお教えください。はい、そうですね、まあすごいラグビーの魅力っていうのはこうやっぱりコンタクトスポーツ、そのタックルとかっていうコンタクトが、まあ、一番魅力かなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、こうやっぱり仲間のために体を張ったり、まあ、自分のミスもこう仲間がカバーしてくれたりっていう、こう何ですかね、思いやりのすごい現れるスポーツだなっていうところですごく、まあ、魅力を感じてます。で、まあ、7人制と15人制で、まあ、大きく違うのはこうスピーディーなゲーム展開がすごく、うん、まあ、セブンスの7人制の魅力であり、まあ、15人制はこうコンタクトがもっと増える、あの格闘技に近いというか本当にラグビーっていうコンタクトがすごく見れるので、まあ、7人制15人制、まあ、それぞれ違った面白さであったり魅力はすごくあるかなっていうふうに思います。まあ、15人制をシーズン時期的にこう今15人制に特化してて、まあ、今15人制の大会中なんですけど、まあ、本当にセブンス7人制と違って15人制の方がこう一人一人のポジションが違うともう役割が結構変わってきてて、私が今やってるところは本当にあのスクラムの最前線で体を張らなきゃいけないところで、その7人制が終わってからもう体重を3キロ4キロ近く増やして、まあそれなんていうんですかね、こうポジションどこのポジションをやるかでもう鍛え方もこう少し変わってきたりとか、そういう、まあ、体作りが結構大変かなって感じです。では平野選手、東京2020大会の感想と大会前後で何か変わったことがあれば教えてください。はい、そうですね、まあ、ずっとこう東京オリンピックに出場することを、まあ、小さい頃からこうずっと目標にして頑張ってきたので、まあ、まずはその目標であった舞台に立つことができて、まあ、素直に嬉しかったです。で、まあ、結果はメダル獲得っていうのを目標にしてやってたんですけど、まあ、全然程遠い結果で終わってしまって、まあ、個人としても悔しさがすごく残る大会になりましたし、やっぱりメダル獲得をしていろんな方々にこう結果という形で恩返ししたいなっていう気持ちはすごく残っているので、3年後のパリオリンピックで、まあ、この東京オリンピックの悔しさを、晴らせるように頑張りたいなっていうふうに思ってます。ジュニア時代同じラグビースクールでチームメイトだったお二人ですが、お互いへのメッセージをいただければと思います。平野選手から塩崎選手にお願いします。はい、そうですね、まあ、小学校の時は同じチームで、まあ、でもそこからこう、まあ、チームが離れていつも敵の機会が多いんですけど、まあ、やっぱり東京国体とか、まあ、やっぱり一緒に出て同じチームでやっぱり一緒にラグビーしたいなっていうふうにすごく思ってますし、まあ、ゆいちゃんも私とはこうポジションが全然違うんですけど、でも何でもできるすごくマルチなプレイヤーで、私もこう見習うべきプレーとかっていうのもたくさんあるので、まあ、ゆいちゃんとかと一緒に今国体も出れたら出て、こうやっぱり一緒に盛り上げていけたらなっていうふうに思ってるので、一緒にこれからも敵の機会が多いですけど頑張っていけたらなと思ってます。では塩崎選手から平野選手へお願いします。はい、まあ、本当に小さい頃から、まあ、夢のことは知ってて、気づいたらもうずっと代表でずっぱりで、もうなんかなんていうんですか、こう届かない存在じゃないんですけど、まあもう本当に夢は大成長して、もう本当に大きい存在になってて、けどやっぱりこの国体ってなった時はこう一緒のチームでできるっていうのは本当にすごい嬉しいし、一緒にできるのは楽しいことで、まあ、1回昔東京国体一緒にやって、まあ、その時は予選で負けちゃったけど、でも本当にすごい一緒にやりやすかったし、もう一緒に勝ってて
勝てた試合は本当にすごい楽しかったし、まあ、なんか今は、まあ、環境も全然違うし、まあ、7人制の夢がまた一緒にやるってなったら適宜なことが多いけど、まあ、またいつか一緒にできる時を楽しみにしながら、お互い体に気をつけて頑張っていきましょう。では過去に東京アスリート認定選手に認定され見事東京2020大会へ出場された平野選手から、これから東京大会などでの活躍を目指す東京アスリート認定選手へのメッセージお願いいたします。はい、そうですね、私も、まあ、東京をはじめいろんな方々の、まあ、ご支援であったりご声援のおかげでまあ、ここまで来れたと思ってます。なので、そうですね、ずっとその目標に向かってやっぱり頑張ってればやっぱりその結果はついてくると思いますし、まあ、私も実際目標にしていた東京オリンピックという舞台にも立ってたので本当に大きな目標を立ててそれに向かってこう楽しみながら頑張っていけたらそうですね、その目標も絶対叶うと私は思ってます。年々ラグビー人気が高まってきておりますが、応援してくださっている方へのメッセージを塩崎選手からお願いします。はい、いつも、まあ、サポートしていただいたり支援していただいて本当にありがとうございます。まあ、ここまでこうやってラグビーを続けてこれたのもこう今充実した環境でラグビーができているのも皆さんの力がなければ絶対にできていないことだと思っているので、まあ、どんなことでも些細なことでも、まあ、日々感謝を忘れずにこれからも頑張り続けていきたいと思っています。これからもよろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。東京オリンピックでは、目標にしていた結果とほど遠い結果になってしまったのですが、3年後のパリオリンピックで、しっかりとメダルを獲得してまた皆さんに結果という形で恩返しができるように、頑張っていきたいなと思っています。また、まあ、私たちのラグビーを見て、まあ、ラグビーを始めたいって思ってくれる女の子であったり子どもたちがこう増えるように、まあ、見ていて面白いラグビーを、お見せできるように、頑張っていきます。これからも引き続き応援よろしくお願いします。東京ゆかりアスリートで検索。